はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、中杯です。宝酒造の、焼酎ハイボールの、強烈リンゴサイダー割り。これ飲んだか飲んでないかわからないですもん。はい。宝酒、ハイボール史上最強の炭酸。アルコール度数 7% で無果汁。プリン体ゼロ、糖質ゼロ、甘味料ゼロ。限定生産でございます。原材料名が焼酎過去国内製造と、リンゴエキスと、糖類と酸味料と香料とカラメル色素。プリン体がゼロです。まあいいや。終わり。これもね、もう飲んだか飲んでないかわかんないですよね。うん。多分飲んだのかもしんないけど、まあいいわ。もうわかんねえな、この、焼酎ハイボールシリーズはね、なんとかかんとかサイダー割りとかね、非常に多くてですね、さっぱりわかんないです。うん。でもこれは、ここにも書いてある通り、糖質がゼロですから、うん。多分相当、甘くはないと思います。うん、ちなみに、糖質と糖類の違いは、いわゆる、糖質っていうのは、広いカテゴライズで、糖類っていうのは、その中のカテゴライズの中で、ピンポイントな、部分です。うん。完璧。うん。ほとんど甘くないですね。あれ？ちょっと、自分が、あれになってきた。糖質と糖類の違いです。本当なのかな？俺、今普通に言ってたけど。ああ、危ない危ない。当てた当てた。糖質っていうのはでかいカテゴライズで、さらにでかいカテゴライズで炭水化物。炭水化物というカテゴライズの中で、だいたい 50% ぐらいのカテゴライズ、100% 炭水化物だとすんじゃん。その中のカテゴライズで、糖質っていうのがあって、その中のさらに細かい、分類で糖類っていうのがあると。ほぼ甘くないですね。ただ香りはリンゴの、香り。うん。リンゴの香り。うん。ああ。不思議だね、この。リンゴの甘い香りはするんだけど、全然甘くないですね。うん。ああ。で、今思ったけど、これ糖質ゼロって書いてあるんだけど、ん？ああ、そっか。食品表示、基準に基づき 100ml あたり糖質 0.5g 未満を糖質ゼロと表記って書いてある。だから 0.5g、100ml あたりに 0.5g 未満だったら糖質ゼロと書いても OK という。そういうあれですね。だから糖質のカテゴライズの中で、細かい、カテゴライズの糖類っていうのが、ここに原材料に書かれているということです。うん。だってややこしいよね。だって世界の中で、ね。地球が糖質だとすると、糖類っていうのは日本なんですよ。でも糖質がゼロだった。つまり地球がすべて糖質がゼロだとすると、じゃあなんで、糖類っていうその日本、ね、お前糖質に含まれてんだろって話。
なのに、お前、なんで糖類が入ってんのって話なんですよね。うん、つまり、この糖類というのは、0.5g 未満、なのかな。だよね。だって、糖質がゼロってことは、まあ、0.5g 未満なわけだ。だから、糖類っていうのは、もう 0.5g 未満ということなんだけど、表記されてんだよな。わからん。考えるのやめよう。ああ。焼酎ハイボール。あ、4月の23日に新発売。強烈パインサイダー割りが新登場。これ飲んだことないですね。やっぱなんかあれだな、すごい、強烈なんとかかんとかサイダー割りが多いですね、最近はね。焼酎ハイボールシリーズだね。うん。で、やっぱりあれっすね、梅割り。焼酎ハイボールの大衆酒場の梅割りが非常に美味しかったっていうのはあるんで、ケース買いしようかなと思うんですけど、ただこれ限定なんだよな。大衆酒場の梅割りはアマゾンで買おうかな。うまいんだよな、これ。普通にうまいんだよな、これ。これうまいんだよな。あれ？これ前、もうあったんじゃん。焼酎ハイボールの梅割りっていうのが昔あってるくさいですね。これいつの？梅割り？え？あ、これ昔発売してたんだ。2014年の7月8日に Amazon で、取り扱い、してますね。今現在取り扱いできませんってなってますけど、梅割りってカタカナで梅で割りって書いてある。これが あったんだ、こんなの。知らなかった。で、まあ最近発売されたのが、大衆酒場の梅割りってやつですね。多分これが元になってると思いますね。はい、知らんかった。これは知らんかった。そして、こちら、ローソンストア100で売ってました、こちら。山崎の酒まんじゅう、こしあん。こしあんかよ。大吟醸の酒粕入り。俺あんこ大好きなんですけど、こしあんはアンチ派です。あれ、こしあんをね、進めてくる人間って違うな。あんこ大好きなんですよ、昔から。だけどね、粒あんとこしあんがあって、で、こしあんがね、好きとか言ってる人はね、多分にわかだと思うんですよ、おそらく。まあ、俺の中でですよ。にわかですね。だから、キノコ、タケノコ戦争みたいなもんですよ。俺ちなみにキノコの派なんですけど、タケノコまず食わないんですよ。うん。絶対キノコの方がうまいと思ってます。まあ、それと同じようなもんですね。粒あんはやっぱ粒々、回避ですよね。うん。いただきまーす。こしあんはダメだな、これ。でも大体ほら、肉まんとかだとこしあんなんだよね。それが納得いかねえんだよ。あ、アマゾンでも売ってねえな、これ。
これ他にどっかで売ってねえかな。あ、売ってる。期間限定。2019年の7月の31日までらしいです。これ買おうかな、これ。買おうかな、これな。格安です。うん。格安。格安。お酒の格安ってとこが、オンラインショッピング。買おうかな。うん。酒粕入ってるんだろうけど。全然あれだな。全然あれだな。うん？酒飲みながらだと何が何だかよく分かってないね。うん。ほとんどわかんないですね。ポチるか。うん。やっぱ格安だな。うん。格安で後でポチっとこう、これ。焼酎ハイボールの梅割り。違う。大衆酒場の梅割り。焼酎ハイボールの中の大衆酒場の、梅割り。ちなみにこちらが、数量限定発売なんですが、3月の26日から数量限定で販売します。だから、もう今4月17日なんで、だいたい1ヶ月ぐらいでもなくなるんで、こういった数量限定とか期間限定とか限定発売とか、これですね。これとか。これも限定発売なんで、もう、売ってないです。だいたい発売から、期間限定系は 100%。俺がいろいろ飲んできた中だと、だいたい発売から1ヶ月で、まあ、なくなるんですよ。店頭からほぼ消えるんです。で、ただし、入手する方法は確かにあるんです。Amazon とか、この格安とか、酒屋。ここら辺で、ネット通販とかで。ただし、ネット通販じゃないと手に入らないです。スーパーの酒屋とか、スーパーとか酒屋とか、山屋とか、まあ、そういったお酒屋ね。じゃないと、ほぼ、行っても、そこに行ってもですよ。だから現地のその、格安の店舗とか行っても、売ってないんです。買うとしたらネット販売。これしか入手する方法はないです。ほとんど。俺の今までの、いろいろ飲んできた経験上、期間限定でだいたい1ヶ月で終わりです。店頭販売は終了です。だからネット販売っていうのは、まあ楽天とか、そうだね。うん。まあほぼほぼなくなるんで。うん。だからこの大衆酒場の梅割りで行くと、3月26日に発売してるんで、4月26日になったらもう多分売ってないです。うん。だけど格安では売ってたんで、これ買います。1本あたり、違う、ケース。24缶入りで、なんと2480円。違う、2430円。税込み。期間特別価格だって。だから期間特別価格で19年の7月31日までなんで、ものすごい、売ってるね、やっぱね。すごいね。うん。7月まで、7月31日までってことは、つまり8月のなる直前までずっと売ってるってすごいですね。
これは間違いなく美味しい。うん。梅割りはね。うん。一般的な、梅割りっていうと、天馬の梅っていう、まあ、これなんですけど、これはラベルないんですけど、まあ、これなんです。うん。この中には、焼酎と混ぜたやつ。天馬の梅っていう、梅のその原料と焼酎を混ぜたやつなんですけど、これを1対1で、炭酸水と1対1でこれを混ぜると、焼酎の、梅割りができるんですが、この焼酎の梅割り、梅という名についてるんだけど、全く梅感が全くない。なんで梅って名前についたのかもさっぱりわからない。風味的に、梅干しとか、梅酒、あれ感が全くないんです。あいちゃん。一ミリも感じない。で、なんで梅なのかって話、知りません。俺も知りません。はるかにこの焼酎ハイボールの大衆酒場の梅割りの方がうまいと思います。これは、ま、簡単に言うと、梅酒の焼酎ハイボール割りみたい。いや、梅酒と炭酸を混ぜたような感じの、宝酒造の大衆酒場の梅割り。うん。ですね。これも後でポチッときます。うん。あ、書いてありますね。東京下町で愛される高類焼酎の梅割りに使用されるシロップ。ほとんどの、店によってその味わいは異なるが、ほんのりと梅の香りがすることや、梅酒のような黄金色をしていることが特徴。だからあれなんだ。へぇ。まあ、俺実際その持ってるんですけど、梅の香り1ミリもしませんからね。うん、あ、1ミリもしない。やっぱでも一応あれは使ってるんだな。うん、でも果汁分が無果汁って書いてあるんで、梅酒の梅は使ってないっていうことなんですよね。まあ無果汁なわけだから。つまり、まあ、香料、香料、あ、香料と、酸味料と、カラメル色素とかで、多分それっぽいのを、梅っぽいのを、梅の香料とか使ってるんですね、多分ね。だけど果汁自体は無果汁なんで、まあ、まあ、そういうことなんですよね。まあ、この強烈リンゴサイダー割りも、ほぼほぼ甘くない。だけど、リンゴの甘さとサイダーの甘さの風味みたいなのがするんですよ。まあ、不思議ですね、これね。うん。うん。不思議な味。なんていうか。あ、やっぱうまいな、これ。あ、久々にあれだ、まんじゅう食べた、うまいわ。
まあ、皆さん、全く、まあ、この焼酎ハイボールの、大衆酒場の梅割りを飲みたかったら、格安でググってください。はい。東京とかだったら、無料ですかね、これ。びっくり仰天。エリア内ならビール1本から1時間枠で送料無料って。本当に大丈夫なのか、これ。アマゾンとかさ、ヨドバシカメラとかあるけどさ、送料さ、無料でさ、配達してくれるってさ。半端ねえよ。まあ、でも、それ以外の地域だと4700円以上で送料無料。まあ、アマゾンと同じようなものですね、結局ね。アマゾン、うん、アマゾン、うん。だからそういうのがあるからこそ東京の23区っていうのは非常に住むべき、住む場所としてはすごいいいんです。特に一番悪いのは北海道とか沖縄、特に沖縄ですね。沖縄はマジでやばいです。絶対なんか買うとプラス料金で1000円ぐらいかかるんだよね。当たり前なんだよな、それな。だから、沖縄っていうのはもうあれ、住むべきところではないんですよ。北海道も確かに住むべきところではないんですけども、圧倒的に沖縄はマジで、不遇なんですよね。とんでもない不遇なんですよ、あそこ。だから、あそこで、アマゾンとかで、ね、絶対プラス料金とかかかるんですよ。だから、総合的に考えて、東京23区に住むべきなんです。で、最近俺思ったんですけど、足立区より安い。足立区が一番、家賃が安いと思ってたんですけど、最近になってググったところによると、ね、もっと安いところがあるらしい。なんだっけな。何区っつったっけ。23区。なんだっけ、馬？馬区？馬だっけ？馬？馬がつくやつ。東京23区の中で馬がつくやつ。あ、なんだあれ。練馬！練馬区。ここが、多分足立区住むよかは、練馬区住んだ方が多分いいと思います。足立区は基本的に治安が悪いとか言われてますけど、練馬区がね、足立区より家賃の値段が、安いのにもかかわらず、相当治安がいいという、ところですね。らしいです。まあ、足立区自体が、犯罪件数とか、まあ悪いっていうのは実際のところなんですけどね。まあ俺はそんなに、まあでもまあ実際、まああるね。ヤクザみたいなやつ。最近まあ昔からあるけど、ヤクザ的なやつね。ヤクザ的なやつといろいろ悶着がありますからね。だから今、東京23区の中で、住みたいのは個人的には練馬区ですね。練馬区は、非常に治安がいい。くせに値段が、家賃の値段がものすごい安い。ちなみに俺が今住んでるアパートに、4000円です。家賃が4万。4000円が、共益費。です。まあ、これでも十分安いは安い。ワンルームで。うん。だからね、みんなね、東京って、家賃、すごい高いんでしょみたいな勝手なイメージありますけど、全くそんなことない。足立区とか練馬区だったら4万、4万5千円ぐらい。
家賃4万5千円ぐらいで住めますからね。あれ、勝手な、偏見です。東京家賃高いんでしょ？ 10 万ぐらいするんでしょって。ワンルームですけど、10万しないです。10万したら絶対住んでません。しかも俺今ロフト付きなんで。ここでまた無駄なトリビアじゃないや、かなり役立つことを言いましょう。ですね。住むべきところは、ロフトが付いてるやつほど、物件を選んだ方がいいです。ロフトというのは、まあ、いわゆる2段。まあ、2階みたいなもんですね。いわゆるね。なぜいいのか。ロフトというのはですね、その、ロフト。まあ、法律の話になるんですけど、そのロフトっていうのは、いわゆる敷地面積に入らない。まあ、住宅のその、家賃の、家賃じゃない、賃貸のその、面積には入らないんですよ。うん。ということはどういうことか。まあ、あまりにもでかいロフトだと、入るんですけど、まあ、一般的にロフトっていうのは、それに入らない。うん。面積に、住宅のその、敷地面積的な、その部屋の面積的な感じで、入らないんです。つまり、俺が今あるロフトがだいたい 1.5 畳ぐらいですかね。違う、2畳ぐらいか。2畳ぐらいですね。大きさ 1.5 畳から2畳ぐらいの、大きさなんですけど。だから、つまりその分得なんですよ。だいたい家賃って敷地面積とかで決まるじゃないですか。部屋のね。広さとか。で、決まるんですけど、その敷地面積に、その、ロフトっていうのが含まれないので、つまり、例えば10畳の部屋で、でもロフトが2畳あります。で、合計で12畳なはずなんだけど、表記的には法律でもう、ロフトのその2畳は、含んじゃいけないので、10畳の物件ってことになるんです。で、当然、10畳の物件より20畳の物件の方が値段高いわけです。ね。でも、10畳の物件、他の物件で10畳、どっちも10畳の物件なんだけど、片っぽはロフトがついてる2畳です。プラス2畳です。じゃあ、どっちが高いか。変わらないです。ほぼ変わんないんです。つまり、2畳分得なんですよ。わかる？この凄さ。だからこそ、ロフト付き物件。これが非常に、お得。あと、ベランダもそうです。ベランダの敷地も、ロフトと同じように含まれないんで、できることなら、ロフトとベランダがついてる。まあ、もしくはバルコニー。ロフトプラスバルコニー。まあ、バルコニーとベランダの違いはよくわかんないですけど、どっちも、含まれていないので、10畳とか5畳とかだったら、すげえ狭いって思うじゃん。でも実際バルコニーもあり、ね、ロフトもありました。絶対こっちの方がいいんですよ。まあ、僕の今住んでる物件はバルコニーがない、ベランダとバルコニーがないので、しかも、いわゆるこういうやつ。マンションのその窓のとこにこういうやつがあって、で、ここに穴が開いてて、で、そこにこう、ぴゃって物干し竿を刺して、で、洗濯物が干せる。これがないんです。ある物件も当然あるんですけど。でそれを、管理会社に、言ったらですね、構造上不可能だと言われまして。あれっていうのが、こういう取っ立てのね、こうな、穴開いてる、こういったやつ。あれは、その、
根元の部分がしっかりその重さにやっぱ耐えなきゃいけないんで、その壁の中で、壁の中に、なんかほら、いろいろ耐久性とかのあれあるんですけど、そもそも壁が薄いんで、それ不可能だということです。なので、俺はいつも、部屋干しです。年中部屋干し。物理的には干せないんだから、だって。だからベランダもないし、そういった、干せる環境も外で干せる環境がないので、いつも部屋干しなんですよ。います？います？僕のあの部屋。はい。こうなってます。で、あそこは水槽です。メダカくんたちです。エアコンです。特に天井が高いんですね。で、天井のこの上。この上の部分があれ、ロフトですね。で、こちら。ここに、ちょっと待って。ここにほら、突っ張り棒をここにやって、で、ここら辺に室内干しです。部屋干しです。なんで、部屋干しをしなければいけない。で、一番、俺が、この3年間部屋干しをしてきて、最強の洗剤が、あります。そちらがこちらです。もはや何の動画なのか分かってないですけどね。分かってないですけど。こちらです。部屋干しトップ。これが最強です。ちなみに粉です。粉系のやつですね。液体系だとダメです。この部屋干しトップ。これ以外の部屋干し系のやついっぱいあるんですよ。まあ、主にアリエールとか。あれ使ったんですよ。液体洗剤。あのね、ダメです。アリエール自体がですね、ありえないほど、香りがものすごく強いと。すっごい臭いんですよ。なんか、香水のめっちゃ香水つけてるクソババアみたいなやつ。そんな感じ。うん。とんでもない臭い。スメルハラスメントですね。いわゆる、とんでもない香水をつけすぎてる、クソスメルハラスメントみたいな、ババ。紫色のさ、髪にしてるさ、大阪のババアみたいなやつ。ああいう感じだな。間違いなくな。で、アリエールはね、部屋干し用っていうのがあって、俺買ったんすよ。で、使ったんすよ。で、実際干して。で、干し終わって生乾きの匂い、すんげえ臭い。上に、その生乾きもする上に、さらにその、アリエール自体もありえないほど臭い。その相乗効果によって、とんでもない臭さが、あります。どこが部屋干しなんだって。いや、どこが部屋干し用なんだって話。だがしかし、トップの部屋干し、あれはとんでもないです。すごい、あれ発明したやつ神だと思ってる、あれは。一切、香りしないです。いわゆる多分、香料とかも多分、そう、ほぼほぼ使ってないんですよ。で、実際干して、ね、生乾きの状況で、ちょっと香り嗅ぐんですよ。何にもしないです。香りなし。で、完璧に、乾きました。香り、嗅ぎます。全くなし。最強ですね、あれ。部屋干しトップ、最強だと思います。しかも値段的にも非常に安く、300円ぐらいで売ってます。で、ですが、まあ、一つ注意なのが、意外と売ってるうち、場所が少ないっていうのが、まあ、ありえるっていうか、ありえますね。だけど、部屋干しするしか方法ない。
ていう、こういった住宅、まあ賃貸には本当に絶大な効果があります。絶対買った方がいいと思います。うん、正直、それ以外の、部屋干し、アリエール部屋干し用と言って、全くクソです。何が部屋干し用だよ、ボケガス。ボケガスかって。まあ、とんでもない、アリエールは本当にクソみたいな匂いするし。まあ、そういうことっすね。だから部屋干しトップっていうのは本当に神が作ったような、レベルの、あれっすね。商品だと思います。ということで話は戻りまして、こちら、焼酎ハイボールの強烈リンゴサイダー割り。こちらはそうだな、甘みがまずほぼ 100% ない。香り、別に買うに値するかと言われると何もないな、これ。2133です。ご視聴ありがとうございました。